フォルツァ SC 相模原。今回は自慢やお宝を選手に紹介していただきます。まさかここでもう一回一瞬できるとは思ってませんでした。嬉しいです。僕も嬉しいです。そのサッカー面でも私生活面で人としてやっぱ男としてやっぱ魅力のある方だと思っていて、本当すごく尊敬しています。ただこれ持ってる人多分僕しかいないと思うんですけど、まあ、高校時代の中村龍河の卒アルですかね。さらに最新グッズを川村が紹介。めちゃめちゃ可愛くないですか。細かいところまでデザインされててちょっと見てるのが楽しいですね。フォルツァ SC 相模原をご覧の皆さん、こんにちは。川村美久です。そうなんです、今日は、パーティー仕様になってます。はい、すごいなんかもうジャングルで育てられた感がすごいあるんですけども、今日なぜこんなにね、私が浮かれているのかと言いますと、6月27日ついに J3 開幕いたしました。よかったです。そして7月4日の第2節アウェイでの藤枝戦でなんと初勝利、おめでとう。無観客で行われた待望の開幕戦、松田やホムロなど新加入選手を中心に横浜ゴールに迫りますが、得点には至らず。今シーズンは引き分けでのスタートとなりました。続く第2節アウェーでの藤枝前 FC 戦、ユーリ、ホムロ、松田と新戦力3選手がゴールを挙げ、3対2と打ち合いを制し、見事今シーズン初勝利を飾りました。そしてホームで行われた第3節 AC 長野パルセイロ戦、合計11本のシュートを放ち長野ゴールに迫りますが、決めきることができず試合終了。0対0の引き分けとホームでの初勝利はお預けとなりました。そして収録の7月15日の時点で3戦負けなし。ちょっと待ってよ、無敵やん。負けなし？すごくない？そして今日7月15日収録の後16時からは沼津とアウェーでの第4節が始まります。いや楽しみですね、目が離せない。収録日に行われたアスルクラロ沼津戦は0対0の引き分け、そして次節のバンラーレ八戸戦、前半に和田、後半にホムロがゴールを奪い2対1で見事勝利。今シーズン初となるホームでの勝利を手にしました。そんな絶好調の相模原に新たな追い風となる嬉しいニュース、ここでこんなリリースが入ってきました。 J2 クラブライセンスを申請、 J2 に上がるかもしれないってことですよね。そうなんです、かねてより SC 相模原の課題であった J2 リーグ昇格のために必要な J2 クラブライセンス取得の申請が行われました。新スタジアムの設立や J2 リーグクラブライセンスなど
今年の SC 相模原から目が離せません。こちら今後審査等を経て9月下旬に結果が発表されるそうです。何よ、すごいじゃないの。楽しみですね。本当に遠くに行ってしまう気がする。いやそんなことないよね。いやもう応援したい満載です。気持ちがわー嬉しいです。ってことはなんか私で言うトップ座の皆さんご存知、トップ座のあの2分組から4分組になるみたいな感じですよね。ネタ4分できるみたいな感じですよね。わあ J2 ちょっとこれほんまに今後楽しみです。あとは勝つのみですよね。もう力入りますね。応援に頑張れ。テレビの前の皆さんも応援お願いします。ここで試合観戦に関してお知らせです。新型コロナウイルスの影響で延期していた J3 リーグも無事開催することができました。 J リーグで定めたプロトコルにて7月からさまざまなルールが設定されました。大前提としては無理な来場は勇気を持って見合わせること、体調が良くない場合家族などに症状が見られる方などは試合観戦をしないこと、また入場時に体温を測定し 37.5 度以上の場合は入場できず、マスクの着用も必須となります。これに伴い SC 相模原ではこのような活動を行っています。全席指定席化、来場者の個人情報登録、来場時の検温、ゴール裏芝生席の中止、鳴り物、ちゃんと、旗の振り回しなどの応援スタイルの禁止、飲料以外の物販の停止など、詳細は別途クラブホームページにてご案内してまいりますが、これまでの試合と比べ観戦スタイルにも多くの制限がかかった試合運営になります。 SC 相模原から、スタジアムから、 J リーグから、サッカー界から、そして復活しつつある日本のエンタメ界から新型コロナウイルスのクラスター感染を発生させないことが必要です。有観客でのホームゲームを安心安全に開催するために皆様との共通認識とご協力をお願いいたします。ここからは選手の自慢やお宝を紹介するコーナー。まずはこの選手からどうぞ。 SC 相模原の31番チョン・インゴンです。僕の自慢はペットです。あのマルチジュと韓国犬です。名前はポリとクルンです。サポーターにメッセージお願いします。頑張ります。いやー可愛いワンちゃんでしたね。ジョン選手ありがとうございました。続いてはクラブ史上初のユースからトップチームへ昇格を果たし、この番組でもすでに大活躍を見せてくれたこの選手です。23番中村龍我です。僕の宝物はこの小学校の頃に使ってたボールです。いち早く試合に出場できるように頑張っていきますのでよろしくお願いします。ちなみにその宝物のエピソードは何かありますか？小学校の頃ボロボロになるまで練習しました。すごいですね、それ残ってるの。はい、今は使わないんですか？部屋に置いてあって悔しい時とか苦しい時に見て初心に戻るようにします。ありがとうございます。はい、中村選手の汗と涙が詰まったボロボロになったサッカーボール、少年時代のたゆまぬ努力があったからこそ今こうしてプロサッカー選手という夢を叶えたんですね。そしてこれからも練習に励みスタメンダッシュ頑張ってください。次は相模原でのキャリアが3年目を迎えるこの選手、あのベテラン選手との仲の良さに注目です。どうぞ。自己紹介お願いします。はい、 SC 相模原背番号22番古川雅人です。
文川選手の自慢見せてください。はい、僕の自慢はいつもよくしていただいているこの人です。富澤選手です。親友なんですよね。そうですね、心の友と書いて親友です。この人はやっぱりそのサッカー面でも私生活面でも人として男としてやっぱ魅力のある方だと思っていて、すごく尊敬しています。ありがとうございます。サポーターに一言お願いします。今年は連戦が続く中、まだ試合には絡めていませんが、いつか出番が来ると信じて日々の練習を頑張っていきたいと思ってます。応援よろしくお願いします。富澤選手への愛がよく伝わる動画でした。ベテランと若手選手の垣根がなく仲がいいところも SC 相模原の魅力の一つですね。古川選手ありがとうございました。この後もまだまだ選手のお宝自慢の動画は続きますが、一旦休憩。ここからは SC 相模原を応援する上で欠かせない新グッズを紹介します。スタジアムの観客も動員されて、いよいよ応援に熱が入ってきてると思うんですが、応援に欠かせないのはやっぱりグッズですよね。そこで今日は新グッズを紹介したいと思います。まずはこちら、ガミティのボールが出たんですね。ちょっと待って、めちゃめちゃ可愛くないですか。いろいろな使い方ができそうですよね。めっちゃ可愛いですよね。しかもね、これ可愛いだけじゃなくて、実はフットボールブランドが作る本格派のボールなんですよ。パキスタンの職人さんが一つ一つ手縫いで作ったんですって。え可愛いだけじゃないのっていうね。このボール、友達と遊ぶのもよし、お子様と一緒にね遊ぶのもよしですし、お家でリフティング の練習するのもよしですし、あとはこうお家に飾って、インテリアとして楽しむこともよしですし、他はそうですね、友達として迎え入れる、ボールは友達って言いますしね、もう友達として迎え入れることもいいですし、もういろんな使い方ができますよね。しかもね、これまずめっちゃ可愛いじゃないですか。後ろ見てください、尻尾ついてる。めちゃめちゃ可愛いんですけど、すごくないですか。しかもね、ちゃんとねこうガミティ足もね描かれてるんですよ実は。後ろにもねちゃんとガミティのイラストも入っております。もうガミティだらけです。もう箱にもガミティね。この箱もねいいですよね、しっかりしてて、なんかこう出した後も何かに使えそうっていうね、すごいですよね。こちらね、ぜひね皆様お手に取ってみてください。もうこのまずサイズ感もちょうどいいですわ。本当に持って帰りやすい、それ重要ですよね。いいですね。しかもねこれだけじゃないんです。今日はですねこちらも紹介したいと思います。毎年ねこちら好評のラバーキーホルダーでございます。2020ということで、表はユニフォームで裏はアウェイユニフォームにデザインされています。可愛いですよね。ちょっと開けてみようかな。おー、めちゃめちゃしっかりしてません？すごっ、ちょっと分厚、10万の札束ぐらい、皆さん給付金ぐらいの分厚さがあります。すごいな。しかも結構細かいところまでデザインされてて、ちょっと見てるのが楽しいですね。なんか皆様、バッグや、ポーチなどにねつけて、これちょっとアピールできるんじゃないですか。相模原ファンアピール、めっちゃ可愛いんですけど、いいですね。皆様もねこのグッズをゲットして応援していきましょう。可愛い。この他にも SC 相模原広報部ホームタウン担当ガミティのぬいぐるみキーホルダー、ガミぐるみキーホルダーが新発売。程よいサイズ感が魅力のガミぐるみキーホルダー、現在 SC 相模原公式オンラインショップとギャラリー2海老名店で絶賛販売中です。バッグやポーチ、携帯などいろいろなところにつけて SC 相模原をアピールしましょう。
そして今回紹介したあのグッズを使って川村があることに挑戦。ちょうど本格派のボールがありますのでリフティングに挑戦したいと思います。ちょっと自信あります。正直リフティング、ちょっと私の華麗なリフティング姿見といてください。では行きます。ガミティなんかごめんな。ガミティ行きます。もう一回行きますね。よし。このように、隣人には迷惑かけないように皆さん練習してくださいね。ちょっともう一回やらして。川村のリフティングはまた後ほど。ということでここからは再び選手のお宝自慢動画へ。まずは今シーズン怪我から復帰しスタメン定着に燃えるこの選手から。背番号25番の小田島亮です。小田島選手の自慢を教えてください。はい、原田選手です。実は、小学校同じチームです。まさかここでもう一回一瞬できるとは思ってませんでした。嬉しいです。僕も嬉しいです。バイバイ。はい、サンキュー。一番です。ありがとうございます。最後にサポーターにメッセージお願いします。はい、チームとしては今負けがないのでそれを続けていくことと、個人としてはコンディションを上げて試合に勝てるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。小学生の頃同じチームだった2人がプロの舞台で再びチームメイトとして一緒に戦う、なんだか感慨深いですね。小田島選手、原田選手、ありがとうございました。続いては今年第一子が誕生しパパになったこの選手です。5番ディフェンダーの梅井大輝です。梅井選手の自慢見せてください。おはようございます。今することありません。これでしょうか。めっちゃ可愛い。この服なんですか。いや、スタジオアリスに写真撮りに行っていろんなの着させて遊んでました。何ヶ月でしたっけ。4ヶ月半。大きいですよね。え、大きいです。さすが梅さんの息子。顔は全然似てないけど。似てないですか。顔は似てない。色白いですね。いらっしゃい。マークリーコーシュート。ありがとうございます。最後にサポーターにメッセージお願いします。はい、コンディション上げて試合できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。いやー、かわいいお子さんでしたね。子供のために頑張るパパの姿に今後も期待です。梅井選手、ありがとうございました。最後は今シーズンで3年目、相模原屈指のテクニシャンのこの選手です。どうぞ。背番号7番、梶山寛太です。梶山選手の自慢見せてください。こちらです。多分これ持ってる人多分僕しかいないと思うんですけど高校時代の中村龍河の卒アルですかね。何しゃ、本当坊主の貴重な写真、面白くないですか。面白い。これです。これです。なんで持ってるの。これですか。これはなんかあいつがiPad のあの後ろの透明のケースのとこになんかそのまま自分で入れてたんですよ。で見られたくないのに入れてたんで、あ、こいつ見せたいのかなと思って僕だけ保存させてもらいました。多分もうあいつ。見られたくないから多分外したと思うんですけど、多分持ってるの僕だけなんでちょっと自慢したかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後にサポーターに一言お願いします。まあ今負けてないんで、まあ昇格できるようにまあ頑張りますんでよろしくお願いします。中村選手の坊主姿、貴重なお写真ですね。にしてもなんで iPad の裏にしまっていたんでしょうか。いじられる気満々じゃないですか。
梶山選手ありがとうございました。ということで選手のいろいろな自慢を見てきましたが、いかがだったでしょうか。協力してくださった選手の皆さんありがとうございました。この後は川村がリフティングにリベンジ。ちょっともう一回やらせて。先ほど散々だった川村のリフティング、気を取り直して再度挑戦。ちょっと昔結構うまかったんですけどね、私リフティング。皆さん、周りに人がいないことを確認してリフティングに挑戦してくださいね。もうちょっと練習します。すいません。ここで8月のホームゲームをお知らせします。2日は鹿児島ユナイテッド FC と、15日は FC 岐阜を迎え撃ちます。他にもアウェーでのゲームが3試合と盛りだくさんです。皆さんも SC 相模原を応援しましょう。